皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカーやっていきたいと思います。今回のコースはこちら、ギリギリパウスピラン20秒、ベイさんという方のコースですね。今のところ260分の0ということで、最初のクリア者になれるように頑張っていきたいと思います。ギリギリパウスピラン、よいしょ。パウをやっぱりなんとかするのがメインになるんでしょうね。バーベキュー、おー、やばい。これはまあ間に合わないか。ギリギリですもんね。扉にお邪魔します。そしてからの、はい、お邪魔します。で、おー、扉お邪魔しますよ。まだある。あー、時に当たっちゃった。残り3秒。この先見たかったな。はい、ということで、やっぱりハテナブロックの周りがトゲだと難易度上がりますね。時間的にあとどのぐらい余裕があるのかがよく分かってないんで、ここ多分一発で入っていかないと無理でしょうね。うまいタイミングを見つけないと。2、3、4、もうちょっと下かな。よいしょ。1、2のスタンガリアできなかった。時々失敗しますね。簡単なんだけど。ブラックパック、どうしの、どうすんどうしの、ブラックパックから三段ジャンプ投げて、ここだ、オッケー。パウ投げして、ここは素早く、とかじゃないね、扉に入って、失敗した。反応できないな。よいしょ。ほい。うん、さ、オッケー、一発。ということで、今度は綺麗に決めるぞ、これ。こうだ。オッケー。で、次ももう一回だっけ。ここの一マスのブロックで詰まる。あと何秒？ 1、2、3。タイムアップ。結構スムーズに来たと思うんですけどね。1、2、3、ガリア。よし、これアクリじゃんって通報しないでくださいね。サンガリア、お願いしますよ。あんな神の上の方と、神の上、雲の上の方と比べられるあれはないと思いますが、よいしょ。1、2のサンガリア、オッケー。いっちゃうんですよね。なんとなくね、ゴロがいいんでしょうね。はい、というわけで次も行きます。次なんだっけ。あ、これか。さっきよりは早い。で、クリボーを投げてからの、やって、1、2、3、ガリア。間に合わないか。あとどこだ。あとどこと詰められる。これジャンプしてスタートするとちょっと速くなるっていうのがあるんですけど、このコースじゃ無理ですよね。1、2、3、ガリア、大きい。ここ詰められるとしたらあとこのぐらいしか思いつかない。お邪魔しますからの、さっきも結構急いで、さっき出なかったか。さっきも結構早く行ったと思うんですけどね。1、2、3、ガリア、大きい。で、今ので一回頭ぶつけるだけでもダメなのかな。お邪魔しますからの、こうやって、はい、お邪魔します。で、反応できない。失敗した。ほい、12の3、ガリア、オッケー。素早く小さく、はい、ほい、お邪魔しますからの、ほい、また詰まった。ダメかな。12の3、ガリア。あと 0.5 秒ぐらいかかりますよ、これ。間に合うのかな。12の3、ガリア、オッケー。失敗した。どこで時間詰める。1、2の3、ガリア、オッケー。
うん、ギリギリ狙いすぎると当たっちゃうしな。よし、もう行く。1、2のサンガリア、オッケー。いけじゃねー。よし、2の。さあ、1、3、オッケー。うーむ。難しいぞ。コースのギミック的にはそこまでは難しくないんですけどね。とにかくタイムがギリギリなんで。あー、今のちょっと使ったかな。よいしょ。あー、詰まっちゃった。これはダメだろうな。7秒でさっきと変わらないもんな。ほい、ほい。1、2、3。今度はジャンプしないで行ってみたけど、これ以上早く行ける？かなりギリギリ。20秒のコースなのにこんなに苦戦するなんて。ほい、1、2、3。あー、今度遅かったかな。でもギリギリだと思うんだよな。ほい、ほいほいほい。あ、ここをもうちょっと余裕持ってできればいいんですけどね。ほい、1、2の3。間に合わない、絶対間に合わない。ほい、投げての 1、2の3。ガリア、オッケー。ちょん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 。お、今回いい感じ。ほいほい。で、こうだ。オッケー、ドスン倒してからのお邪魔しまりょからのこうだ。オッケー、早い早い早い。でも7秒なのは変わらない。で、ここもできるだけ小さく小さく小さく。1、2の3。あー、惜しい惜しい。ここまで来たの初めて。オッケー。ふう、よかった。これかなりギリギリでしょ、タイム。いや、クリアできてよかった。さて、タイム何秒だ。19秒922。本当にギリギリ、よかった。でも面白かったですね。一つ一つのギミックの難易度はそこまで難しくない。そこを削っていく作業っていうのがすごく面白かったと思います。ベイさん、ギリギリパウスプラン20秒、ありがとうございました。はい、次こちらやっていきましょう。コースの名前がクール。字は違うんですけど、私の名前と一緒なのでちょっと気になりました。注目の世界、普通ですね。クリア率 11%、まあ、一発でクリアできるでしょう。できなかったらどうしましょう。ほい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 。上に、あ、今のは様子見ですからね。まだこれからが初見プレイですよ。はいはいはい。よし、一発でクリアしてやるぞ。で、どういうコースかな。うわー、危ねえ危ねえ。え、どういうコースなんだろう。これでいいの。え、違う。なんだこれ、空中バネじゃん。はいはい、バネは持ってくでしょ。このカメは何に使うんだろう。カメ使う。え、スターかよ。なるほどね。あ、でもヒントあるんだね。いや、ヒントあるんだったらいいですよ。うん、ありありあり、全然あり。危ねえ危ねえ危ねえ。攻撃されるところだった。バネ使わないんかーい。あれ、空中バネじゃんでもいけそうな気はするけど、その先のカメックが無理か。うん、でも気づけてよかった。
まさにスターの神々しい光が私に降り注いできました。ありがとうございました。さて、それじゃあ今日の最後こちらやっていきましょう。またスピードランですね。今度は注目難しい、初心者でも楽勝、爽快30秒スピードラン、夕日さんという方ですね。クリア率は6.66%、 多めやっていきましょう。本当に楽勝。はい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 、ハテナブロックは叩かないとダメっぽいですね。クリボーを始末してからのカロンズ倒してやられる。はい、でこれ叩かなくてもいいよね、ハテナブロックね。もうちょっと早くいけるんだけど。はいはいはい、全部踏んじゃった。はいはいはい、お邪魔しますからの、こうやって壁キックしていって、はいはい、こうか。右側にも何かあるのかな。おわーい、あ先行きすぎちゃったらダメか。はいはいはい、次で行けるんじゃないですかね。というかこれ多分壁キックするの必要ないですよね。この方が早いですよね。よし、でこう来て、ガネも使ってこうやって登っていきましょう。で、はい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 、なんか右側行きたい気もするけど、これでいい。はい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 、跳ね返ってこなかったね。はい、ゴール。確かに簡単でしたね。大きいのこの子を落としてブロック壊すところをもうちょっとうまく詰められればタイム縮められそうです。あ、それでもベストタイムか。最初にやったスピランがめちゃくちゃ大変だったんで、まあこのぐらいがちょうどいいですね。時間的にはあと1コースぐらいできなくはないんですが、ちょっと撮影する時間的にあとちょっとしかないので、簡単なコースやってみたいと思います。こちらやってみましょう。3分クッキング、タララタタタタタララタタタタ、演奏かな。演奏だったらいいな。お名前読めません。お邪魔します。皆さんどうですかこのコース。ステージ上に何一つ飾りがないこの潔さ、すごくないですか。こういう演奏コース私初めて見たかも。いやー、新しい。はい、3分クッキング、予想通りのステージでしたね。いや、予想だともうちょっと飾りあると思ってたんで違うか。でもありがとうございました、面白かったです。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次の動画もまた遊びに来てください。次回はあなたのコースにくるくるクール。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。